このところ県内では飲酒運転による事故が後を絶たず、その割合は全国で3番目に悪い状況です。重大な事故にもつながる飲酒運転の危険性を記者が体験しました。新型コロナの法律上の位置づけが5類に移行してから3ヶ月、各地で人出が増え、にぎわう姿が戻ってきました。いわゆるお酒の付き合いが増えた人も多いのではないでしょうか。そこで今問題になっているのが飲酒運転による事故です。県警によりますと、今年1月から先月末までに36件の飲酒運転の事故が発生、去年の同じ時期よりも15件も増えているのです。交通事故全体のうち飲酒運転が原因となる割合は 2.06%。 これは全国平均よりも高い数字で、東北では最も悪く、全国でも3番目に悪い数字です。その危険性は、実際に記者が体験してみました。飲酒体験ゴーグルっていうものでして、まあ概ねなんですけども、だいたいビール500ミリ1本をまあ飲んだ後、まあだいたい30分ぐらい経過した後の、こちらは酒を飲んだ時の状況を体験できる特殊なゴーグル。ビールの中瓶1本、日本酒だと1合程度を飲んだ後、血中アルコール濃度が最も高くなっている状態を再現しています。なんてことのない幅60センチほどの場所も、ゴーグルをつけて歩くと、全然まっすぐ歩けない、千鳥足になってしまい、まっすぐ歩くことはできません。こんな状態で車を運転すればどうなってしまうのか、指導員の同情のもと車を運転してみます。普段は問題なく通れる幅3メートルの道路も、ゴーグルをつけて運転すると、まっすぐ進んでる感覚がないんですね、全く。印として置かれたコーンにぶつかりそうになりました。間違いなくもうミラーには接触します。自分では正常に運転ができているつもりでも、かなり危険な状態です。ゴーグルをつけて乗ってみると、頭がぐらぐらとするのはもちろんなんですけれども、前や横との距離感もつかめなくなって、すごく危険だなと感じました。自動車学校によると、缶ビール1本ぐらいで集中力が散漫となり、ビールの中瓶1本の量を超えるとハンドル操作にも影響が出てくるといいます。体の中にアルコールが残っている状態だと、やっぱ目、あとはこうそういうような意識だったりというところにまあ影響が出るので、まあなかなかやっぱ運転するのは難しいと思います。さらに日本自動車連盟によると、アルコールには麻痺作用があり、情報処理能力や注意力などが低下する傾向にあるといいます。自分は大丈夫、そうした甘い考えは捨てて、少しでも酒を飲んだら絶対に車を運転してはならないという意識を持つことが大切です。飲んだらもう絶対に乗らない、ね、もうお酒の席にはもう絶対車で行かないとか、いろいろ対策を講じながらですね、安全運転に努めていただければ結構なんじゃないかなと思います。